はい今回はブログの作業時間を増やしまくる方法をお伝えします。作業時間、めちゃくちゃ重要です。ほとんどの人がブログの作業時間確保できずに挫折してしまいます。なので、今回は作業時間を1分でも長く確保する方法をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください,、はい。概要欄にブログのサポート、ライターのサポートをやっています。01に一緒に挑戦しましょう。はい では、まず作業時間を確保する方法、4つ挙げました。どれもかなり役立ちましたので、ぜひ1つ実践してみてください。1つ目、YouTube はすべて外で見る。2つ目、SNS をスマホでやらない。3つ目、駅のホームで音声入力。4つ目、家では文字を書くことに集中する。この4つですね。 まあもっといっぱいあるんですけれども、代表的なもの4つを選びました。まず1つ目。YouTube はすべて外で見る。ですね。YouTube はすべて外で見る。これめちゃくちゃいいです。で、どうやって外で見るんだっていう話なんですけれども、課金します。課金するとオフラインに保存できるようになるんで、外で見れます。いつでも見れます。なので、まあ、家でね、本当は YouTube いじっちゃいけないんですけど、 おそらく YouTube 見ると思うんですよ。その時に見たい動画はすべて一旦オフライン保存してください。そしてその時に重要なのはブログの勉強動画も家で見ないということです。すなわちこの動画も家で見ないということになりますね。はい。で、家で勉強せずに外で勉強しきってしまうというのが一番重要というか、まあ、重要というか、 作業時間を確保しやすいということですね。次です。SNS をスマホでやらないですね。SNS スマホで、ね、いじっちゃうんですよ。なので、スマホは家で機内モードにしておきます。はい、もう飛行機の中ですね。はい、なので、あの簡単に LINE とかしないようにします。 でえー、スマホから削除してしまうのも手なんですけれども、まあ、いざという時に面倒くさいかもしれないんで、えー、スマホから削除しなくてもいいです。機内モードにして、ツイッターとかよく使う SNS はですね、あのスマホの,あの4ページ目とか5ページ目って言うんですかね、あれ言い方ちょっと分かんないんですけど、そ,のあのそっちに持っていくだけでも結構ね、あのやめるようになりますんで。 ツイッターとかよく使う SNS をですね、なんかよくわかんないページに飛ばしてしまうというのも一つです。まあ、不便にしてしまうということですね。はい。なんで、まあ、家で SNS をやらないような工夫を持っておくと、一つ手段として持っておくといいと思います。ただ、運用なら別ですね。SNS で運用したいとか、まあ、PB を獲得したいとか、いろいろあると思うんですけれども、SNS を運用しているなら全然いじってもいいです。ただ、 運用しているつもりがいつの間にか遊びじゃないですけど、なんか別の目的に切り替わっているとか。そういうケースも結構あるんで、基本的にスマホで SNS をしなければいいと思います。パソコンでやります。はい。それでいいと思いますね。で、次です。駅のホームで音声入力ですね。これがですね、意外とできるんですよね。Google ドキュメントを使ったりしました、僕は。まあ、何でもいいんですけれども、とりあえず音声入力します。 で、電話をしていると。朝から忙しいふりをしながらね、通勤時間とか、まあ、その周りの環境にもよりますけれども、おまあ、電話をふりして、ガン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 文字を入れて、Google ドキュメントに文字をね、入れていけば、家帰ったらね、パソコンから開けばその文字残ってるんで、それを修正して、ワードプレスにアップするとか、まあ、いろいろできますよね。で、まあ、音声入力だけじゃなくて、駅のホームで待っている時間っていうのは、かなり利用したい時間ですね。なので、 YouTube でもいいです。駅のホームで待ってる間に何かをする。作業をする。ドキュメントを打つ。YouTube を見る。どちらでも構いません。はい。これで作業時間が確保できるようになります。そして最後。家では文字を書くことに集中するですね。はい。ここまでの内容はすべてここにつながるんですよ。文字を書くことに集中するにつながります。もう家帰ってきたら文字を書くだけの状態にしておくということですね。もちろん ブログを書くといえばですね、ライバルをリサーチしたりとか、見出しを作ったり、キーワード選定をしたりっていうのもまあ作業のうちなんです。で、それもまあ家でやります。ただ、YouTube を見るとか、SNS をまあ運用する、あるいは SNS を見るっていうのはもう全部外で終わらせるということですね。特に YouTube ですね。特に YouTube はもう全部外で見て、ブログの知識を外でインプットして、もう音楽を聴くように聞けばいいという感じですかね。 はい、で外で全部インプットした上で家に帰ってきたら全部文字執筆みたいな。全時間文字執筆という、はい。そうすることによって作業時間が若干増えます。めちゃくちゃ増えるとは言いませんけれども、かなり増えるとは思います。はい、で家で記事執筆以外の作業をせず、そのほかは外でこなしてくださいという結論でした。はい、なので、えー、4つですね。YouTube はすべて外で見る。SNS をスマホでやらない。パソコンでやるか。 えー、ま、機内モードにして全くやらないかですね。で、駅のホームで音声入力をする。家では文字を書くことに集中する。でした。というお話です。はい。チャンネル登録といいね、えー、お待ちしております。質問や知りたいことなどありましたらお願いします。あと、いいねの数で出す動画決めると思うんで、いいねいただけたら本当に嬉しいです。ま,あ、まだ登録者数が少ないんで、あれですけれども、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。